はい、では続きやります。あ、姫グマ、リングマ。お前たち、どうしたんだ？俺たちのすぐ後をついてきたと思ってたんだが。ちょっといろいろとあってね。それより、どうしたの？いや、ここに宝箱置いてあるんだけど、前は宝箱なんて置いてなかったのよ。開けてみたいけどなんか怪しい気もするし、ほら、なんか罠とか仕掛けてあったら嫌だろ？それで開けるかどうしようか悩んでたんだよ。それなら私たちが開けてみるよ。私たちギルドの卒業試験で、ここの宝物を取ってくるように言われてるのよ。そっか。じゃあそれに関係してんのかもしれないな。お前たちで開けてみてくれ。さあお願いしていい？多分大丈夫だとは思うんだけど、でもひょっとすると罠があるかもしれないしね。とりあえずは実験の装備が発動できれば、この宝箱は安全なのかどうかもわかるかもしれない。さあ宝箱に触れてみた。めまいが始まった。ここにお宝を置いたのはプクインだったのか。ということは、この宝箱の中身は、スターは宝箱を開けてみた。これは世界一だわ。光の泉にある宝って世界一だったわね。お宝が世界一ってあたり、プクインらしいかもね。うわ、なに？あれは？光が差し込み始めたぞ。じゃあもしかしたら光の泉に復活したのかな？目覚める者たちよ。わあ、どうやら声が。時が動き出すことで、光もまたここに流れ始めた。進化したいものは前に来るがよい。やっぱり光の泉が復活したのね。よかったな、姫は。お前ずっと進化したがってたからな。うん。進化？あ、そういえば前にプクリンが。プクリンもここはもともと進化できる場所だって言ってたけど、でも進化って一体何なの？なんだお前、進化を知らないのか？ポケモンはもともとある条件を満たすと進化して自分の姿が変わったりするのよ。え？自分の姿が変わるの？ああ。それに変わるのは姿だけではないぞ。進化すると自分の持つ能力も上がることがあるんだぜ。そうなの？うん。私もっと強くなりたかったの。だからずっと進化したかったのよ。早速試してみね。目覚める者たちよ。ここは光の泉。何時新たな進化を求めるか？うん、お願い。何時道具は必要か？いや、いらないです。承知した。目覚める者たちよ。では始めるぞ。ヒメグマの様子に変化が。ヒメグマは姿が変わり。ヒメグマからリンゴマが進化した。うわ、ヒメグマがリンゴマみたいになっちゃった。やったー。どうリングマン、私進化したわよ。おめでとう。今まで頑張ってレベルを上げてきた甲斐があったな。なんか俺たち見分けがつきにくくなったけど、でもまあよかったな。スター、私たちも進化してみようよ。できません。先に私からやってみるね。てかどっちも石進化か。目覚めるもんだちよ。ここは光の泉。あ、いや、省略しよう。うん、進化したいよ。よろしくね。ドキドキ。同じ道具は必要か？道具？よくわからないけど、いや、いらないよ。無理です。承知した。いや、ダメだ。何時は進化できない。え、どうして？月の日ないよ。どうして進化できないの？もしかして進化できる条件が揃ってないの？揃ってないよ。いや、そうではない。条件などの問題ではない。だったらどうして？姫グマは進化できたのに、なんで私は進化できないの？何時が進化できないのは、おそらく空間の歪みによる影響だと思われる。空間の歪み？なぜそうなのかはわからないが、とにかく何時の存在が空間の歪みを引き起こしている。その影響で何時のみ進化はできない。いや、何時だけではない。もう一匹いる。何時の真後ろにいるものもまた進化はできない。
え、スターも？自分も？わかることはここまでだ。ここは光の湯。新たな進化を求める者はまた来るがよい。どうやら私だけではなく、スターも進化できないよね。なんでなのかわからないけど。でもまあ、お宝の世界一も取ったし、とりあえずギルドに帰ってみようか。雷の位置ないです。卒業試験合格！おめでとう。君たちはギードの卒業試験に合格したんだよ。やったねー。あれ？どうして喜ばないの？もしかしてあまり嬉しくないの？いや、嬉しいけどなんかピンとこなくて、あまり大したことしてないような気が。そんなことないよ。君たちはとてつもないことをやってのけたんだよ。だって世界一というすごいお宝を取ってきたわけだし、何よりあのとても恐ろしい悪の大魔王を倒したじゃないの。悪の大魔王を倒したことをなんで福利が知ってるの？なんとなくかな。それにさ、悪の大魔王ってもしかして福利じゃないの？え？さあ、僕は知らないよ。悪の大魔王なんて。ついでに、私も知らないよ。大魔王の子分なんて。おいらも、私も、はははは。は、みんな何なのよ。とにかく、お前たちはギードを卒業できたんだ。これからはギードの厳しいしきたりに縛られずに、探検隊の活動ができるんだぞ。あ、そっか。じゃあこれからは掲示板の報酬や賞金もギードに取られずに丸ごともらえるんだね。やったね、スター。いや、残念ながらそこだけは同じだ。いつも通り報酬のほとんどはギードに支払ってもらう。どうして？卒業と言ってものれんわけだからな。ピカネコの探検活動も親方様のギードがあってこそなのだ。だからそこについては我慢しな。それじゃ今までとあまり変わってないような。でも、ギードを卒業できるだけでもすごいですわよ。そうだぜ。まあ、だってこの足が卒業できなかったぐらいだからな。がー。とにかく君たちは試験に合格したんだよ。これからも探検活動を頑張ってね。福林、おめでとうございます。エコさん、スターさん。すごいことですわ。へいへい。うれすぎて、足は。たまに遊び来いよな。みんな、おめでとう、ピカネコ。みんなありがとう。はい、これでバッグの中身が最大になりました。のれん分けの支度金として1万もらった。はい、とうとうスペシャルエピソード全部解禁ですね。暗黒の未来で。猫卒業おめでとう。ギルドの部屋もう使えないから今日からここに寝るとはいいしよね。卒業って言われてもなんかビンとこないけど、でもこれからも一緒に探検隊やっていこうね。今日からここが私たちピカネコの新しい探検基地よ。とりあえずはギードに行って、掲示板やお尋ね者ポスターの依頼をたくさんこなしていこう。頑張っていこうね、スター。ワンポイントアドバイス。これからここのベッドで防御を強くしよう。はい。ということで、いつものテーマですね、これ。はい。では、この辺で。ご視聴ありがとうございました。